私はチカ、26歳です。夫はトモヒロ、28歳です。夫とは当時の職場で知り合い、私たちは結婚しました。私は退社をし、現在は専業主婦をしています。同僚たちからは、ことぶき退社、おめでとう、と言われましたが、私はことぶき退社をしたとは思えませんでした。というのも、義母が最悪な人だったからです。私たちは結婚当初、義母と同居する予定ではありませんでした。しかし結婚してしばらく経った頃、義父が急に亡くなってしまい、義母は一人暮らしになってしまいました。残った義母は、一人暮らしは不安だと言って、私たちの同居を強く希望してきました。夫と私は相談をして、義母との同居を受け入れることにしたのです。義母はこれまで住んでいた家から私たち夫婦の家に越してきました。夫が仕事に出かけた初日から義母の私への嫁いびりは始まりました。私は結婚と同時に仕事を辞めましたので、日中はずっと義母と一緒です。私と二人きりの時の義母は、夫がいる時とは全くの別人で、人が変わったようでした。二重人格を疑うほどの表現っぷりです。普段私が言われていることやされていることを夫に話しても、果たして夫は信用してくれるのか不安になるほどの別人なのです。この時点で私が夫に相談をしていれば、と今となっては後悔しています。義母は私の作る料理に、味付けが悪い。どうしてこんなに料理の下手くそな嫁なんてもらってきたんだろうね。と箸を止めてわざとらしいため息をつくことがしばしば。せめて薄いとか濃いとかアドバイスをいただけませんか？とお願いしても、はぁ？何を甘ったれたことを言ってるんだ。そんなの自分で考えなさいよ。と怒鳴るだけでした。義母は私の料理だけではなく、掃除や買い物、植物への水やりや部屋のインテリアなど、私がやることなすこと、すべてに難癖をつけてきました。すべてが気に入らない感じです。あまりに言われるので、私は自分のすることに自信がなくなり、夫に私の料理はまずいかとか、掃除ができていないかとか、義母のことは伏せて相談していました。しかし夫はいつもキョトンとした顔で、飯はうまいし、家も綺麗だ。特に悪いところはないぞ。なんなら、母さんの飯の方がまずい。そう言ってくれました。私は、お母さんは自分の味付けと違うから、まずいと感じているんだろう。そう思うことにして、毎日の義母との生活に耐えていました。耐える毎日は簡単なものではありませんでしたが、恥ずかしながら私は夫に気軽に相談できませんでした。夫まで私が悪いと言ったら、優しい夫ですが、さすがに義父が亡くなった一人身の自分の母の悪いことを言われたら、いい気持ちはしないだろうから、私の味方はしてもらえないだろうと思いました。そう考えると、義母に反論したりせず、家事をこなしていくしかないと思ったのです。夫が仕事に出かけると、私のことを高血圧で殺す気かい？食事中に義母が突然怒鳴ってきました。すみません。味噌汁の味、まだ濃いですか？ああ、濃いね。ほんと使えない嫁。すみません。義母は味が濃いと怒っていましたが、これ以上味を薄くすると、夫はまずく感じると思い、私は義母の料理を分けて料理するようにしました。すると今度は、まずい！薄すぎる。私にだけ
安物を食べさせるつもりなんだろう。そう言われました。私はどうしていいかわからず、頭がおかしくなりそうでした。自分ではどうしようもなく、私はようやく夫に相談しました。夫は今まで自分の前で見せていた義母の顔しか知りません。それで私の話を聞いても信じてはもらえないと思っていた私は、あらかじめ義母との会話を録音していました。それを夫に聞かせると、夫は驚き、そしてどんどん顔が険しくなっていきました。ごめんな。俺、全然気づかなかったよ。夫は私に謝ってくれました。私もあなたに相談できなくてごめんなさい。それってあなたを信じていないってことだもんね。本当にごめんなさい。私も謝りました。いや、チカは悪くないよ。悪いのは俺の母親だ。だって俺はこの録音を聞くまで気づけなかったし、チカは優しいから俺の唯一の肉親ってことで気を使ってくれていたんだろ。大丈夫だよ。すぐにでも母さんには荷物をまとめさせて実家に戻らせるよ。そして母さんの知らない場所に俺たちも引っ越そう。私は急な展開に驚きました。そして夫が私のためにすぐ決断してくれたことに、本当にこの人と結婚してよかったと感じました。でも驚いた。母さんがここまで嫁いびりする人だとは思わなかった。幻滅だよ。母さんとは絶縁する。夫はここまで言ってくれました。こうして義母は夫によって我が家から追い出されたのです。それから数日、私は安心して過ごせるようになりましたが、まだ新居が見つかりません。そしてあの義母がこんなに簡単に諦めるはずがなかったのです。恐れていましたが、やはり義母は我が家にやってきました。ちょっと、開けなさいよ。こんなことして、ただで済むと思ってるわけ？夫には新居が決まるまでは義母が訪ねてきても絶対に開けるなと言われていました。それでも義母は毎日のように日中訪ねてきます。近所でも有名になってきてしまいました。私はもうやめてくださいと言ってやりたい気持ちでいっぱいでしたが、義母と面と向かうのも怖く、以前のような目に遭うのはもうごめんでした。夫の助言もあったので、インターフォンに応じることも絶対にしませんでした。ただそのうち窓ガラスを割ってでも侵入してきそうな義母が、私はただただ恐怖でした。ようやく新居が見つかり、平日私は引っ越しの用意をしていました。必要なものを買うために少しの時間、家を留守にした時です。買い物を終え、家に着いた私は震えました。なんと義母が待ち構えていたのです。年寄りをずっと外に締め出すなんて、どういうつもりなんだい？まったくもって鬼の所業だね。早く入れなさい。入れろって言ってるだろう。義母を家に入れてしまったら終わりだ。私はそう思っていました。しかし、どうしたらいいのかがわかりません。何も良いアイディアが浮かんできませんでした。その時です。義母は私のお腹を思いっきり膝蹴りしてきたのです。私はその勢いで玄関に叩きつけられました。そして私のスカートの下、股の間からだらだらと生ぬるい液体が流れ出たのです。それが血だとわかり、私は唖然としました。え？どういうこと？私は訳がわかりませんでしたが、同時にお腹をぎゅーっと絞られるような強い痛みに襲われました。なんだいそれは。汚い。早く止めなさい。ああ、もう、私の靴にまでついたじゃないか。痛がる私を
気にも留めず、義母はそう言ったのです。何が痛いだ。甘ったれるんじゃないよ。早く片付けなって言ってるんだ。どんどん出てくるじゃないか。汚い。救急車。私は絞り出すような声で助けを求めましたが、たかが生理で救急車なんて呼べるわけがないだろ。バカじゃないか。義母は吐き捨てるように言うだけでした。正直、自分の体に何か大変なことが起きているということは分かりました。しかし、蹴られた反動で携帯も手元になく、激痛で身もだえしかできず、自分で救急車を呼べる状態ではありませんでした。どうしよう。誰か、助けて。その時です。サイレンの音がして、なぜかパトカーと救急車が来ました。意識が朦朧としながら見ていると、警察官が義母を拘束し、私は救急隊の人に声をかけられました。声を出すこともできなかった私は、救急車で病院に搬送され、診断の結果、切迫流産しそうだったことが分かりました。私は気がつかないうちに妊娠していたのです。胎盤が剥がれかけており、かなり危険な状態でしたが、救急の処置のおかげで赤ちゃんはなんとか無事であることを知らされました。それでもまだまだ予断はできないと言われました。医師にそう言われ、会社から飛んできた夫に、私、頑張る。どんな治療も受けるから、この子を産みたい。そう伝えました。夫も涙を流して、チカ、ありがとう。と言ってくれ、私の手を握りしめてくれました。それから私はトイレにも行けず、5ヶ月ほどただひたすらベッドで寝ていました。医師から、もういつ生まれても大丈夫です。と言われ、やっと安堵することができた日は忘れられません。ただ、寝たきりだったその頃の私には、自力で出産するだけの筋力がなく、帝王切開になりました。そして、元気な男の子を無事出産することができました。夫も私の両親も大泣きで、とても喜んでくれました。これから私には、筋力を回復させるリハビリと、育児が待っています。今だから言えますが、妊娠期間の長い入院の中で何度も医師からお腹の赤ちゃんがダメになってしまいましたと言われる夢を見てうなされました。義母に殺されていたかもしれない命です。無事に出会えて本当に嬉しかったです。君には余計なストレスをかけたくなくて言っていなかったんだけど、あの鬼ババア。夫はあれから義母とあまりいい状態じゃなくなっています。どうしたの？まあ、簡単に話すとさ、あの時警察と救急車呼んでくれたのって、あの騒動を見ていたご近所さんなんだ。そうなんだ。お礼言わないと。もちろん、菓子折り持ってお礼に行ったよ。その人ただ、見ていただけじゃなくて、警察が来るまで動画も撮ってくれて、鬼ババアが逮捕されて、君が搬送されたんだけど、一応君が妊娠していたってこと、俺たちも知らなかったじゃん。だから、殺人未遂じゃなくて、傷害罪で起訴ってことになったんだ。そしたらそれにブチ切れて、脳の血管がブチ切れたんだ。てっきり私は、義母が、警察官を殴ってしまったという話かと思いましたが、それ以上に意外な展開に驚きました。義母は脳梗塞を起こしたのです。今は意識ははっきりとしているけど、下半身は動かないし、あちこちに麻痺が残って、まあ、散々な状態なわけ。で、同居していた時のこともあるし、俺たちが介護は無理だから、
引き取りを拒否してきた。こんな事件があってのことだし、警察が一番安い公費の施設に入れてくれたよ。もちろん刑事罰付きでね。寂しい余生だね。それでね、その施設、言い方悪いけど認知症の人とかもいて、夜中に叫び声が当たり前、職員さんの対応も微妙だったり、公費だからおむつもいいものじゃなくてかぶれるって。あくまで本人が言っていることだからわからないけどね。面会もできるんだけど、孫に会わせろって言ってて、その場ではっきり断ってきた。夫はそう話してくれました。智弘には悪いけど、あんな人に赤ちゃん触らせたくない。そうつぶやくと、当たり前だよ。現在義母はかなり厳しい余生を送っています。義母自身がしたことの報いです。あの時私たちの子供の命が奪われていたかもしれないと思うと、今の待遇でも生ぬるいと私は思っています。せいぜい孤独に生きていってほしいものです。新居に私と息子は無事に夫から迎えられました。これから家族3人で楽しくのんびりと過ごしていく予定です。